未開な風景。宮本百合子。美濃江は板の間に座っていた。真っ暗な板の間であった。美濃江の前のガスコンロだけが暗闇の中で勢いよく青い広い炎を上げている。その薄明かりで美濃江は自分の鼻の先と手を見ることができる。自分の鼻の先。それからすべっこい熱い激しいガスの炎。一心に見つめつつ、美濃江は全身の注意であっちの話し声を聞いていた。あっちの部屋の襖を閉めて、母親と結衣が火鉢を挟んでいた。結衣は黒い髪を分け、和服の下に真っ白いソフトカラーのついたシャツを着た男だ。彼は鼻にかかる甲高い声を出した。その夜は低い声で、彼の心を蹴飛ばして人のものになった女のことを母子に話して聞かせた。結衣が最後の別れにその女と小田原へ行ったというところへ来たとき、お清は、ああ、美濃ちゃん、お前ちょっとこれ沸かしといて。と、瀬戸引きのやかんをぎゅっと美濃への手に持たせた。お願いだからあっちへ聞こえるように話してよ。ねえ、結衣さん。美濃江はその続きを聞かずにはいられない。暗闇の中へ座っている彼女の神経は、だからガスの炎をそっくり新鮮で色が綺麗で燃え立つようなのだ。じゃあ、それっきりお嫁に行っちゃったんですか？そうですとも。でもあんまりだわね、そいじゃ。私は寂しい人間だというわけでしょう。あっちで二人が沈黙したら、その空気がおもむろに狭い内中に広がった。美濃江はいかにも夜の更けたことを感じ、あっちの光の明るい、結衣の白いソフトカラーを浮き立たせている部屋の沈黙を甘美に思った。するのはガスの炎が吹き出す音ばかりだ。ピラピラする透明な炎色を見守り、美濃江は変に夢中な気持ちになって湯の沸くのを待った。彼女にはこの夜更けの恋物語の後の沈黙が異常に作用するのであった。直に板の間にいても寒さも感じない。夜間の底がくとんとずるようになった。シューン。美濃江は溺れ込んだように集中して息を詰め、たぎり始めた湯の音を聞いた。蓋を元禄袖の袖口で切ると、にわかに湯玉の弾ける音がはっきりした。もう少し、もう少し、もう少し。あたりは暗いし、待ち遠しいし、突き詰めた気の遠くなるような思いで、今溢れる際までたぎり立たせ、美濃江はガスを消し、ちょっと手を引っ込ませて、元禄の袖口の綿入れにもーっと暖かく伝わってくるほど熱したやかんを持って立ち上がった。襖を開ける。眩しい。光の針の束がざくりと瞳孔を刺し、頭痛がした。美濃江は、ああ、くたびれちゃった。夜間を置いて、結衣の横へペタンと座った。ご苦労様。
お清は生真面目な顔と様子で番茶を継ぎ出した。その生真面目さが美濃江をくすぐった。美濃江は肩上げのある矢がすりの羽織の肩に自分の顎を乗せるようにして結衣を見ながら目と唇とで笑った。結衣はちらりと美濃江の笑いを照り返したが、素早く口元を立て直し、睨むような真似をした。美濃江は少し体を動かして母親の方を向いた。番茶を飲み終えると、さあ。結衣は立ち上がって、名船の着物の膝をはたくようにした。もう帰らなくちゃ。そうですか。まあもうこんな時間かしら。結衣は玄関へ出て街灯や襟巻きをつけた。お清が街灯を着せかけてやる。美濃江は柱に寄りかかり、結衣の一挙一動を見守った。彼が真っ白い襟巻きをきっちり首につけて巻いたとき、美濃江は小さい声で、似合うのね、それ。と、勘に言ったように囁いた。さようなら。またいらっしゃい。お父さんにどうぞよろしく。美濃江は母親の肩につかまって、やはりじっと結衣が格子を出るのを見送ったまま、さようならとも何とも言わなかった。元の八条へ戻ると、急に茶器が散乱しているのばかり目立った。ああ、すっかり遅くなっちゃった。さも迷惑らしく、お清は片付け物を寄せ集めながら、あくび混じりでつぶやいた。が、美濃江はそれが本物でないのを知り、母親を侮蔑した。あくまで真面目で、お清は娘に言いつけた。さあ、早く表の締まりしてきとくれ。父であり、夫である杉本光一は、当直の冬の夜であった。美濃江は16だ。美濃江に三つの妹があった。その子を美濃江が八時過ぎると寝かしつけなければならなかった。サラサの小布団の横に美濃江も転がって、子供に顔をいじられながら何かおとぎ話をしてやった。古風な猿蟹合戦、または浦島太郎。ね、浦島さん、亀の子へ乗っかって海へ行ったのよ。浦島太郎は亀に乗り、波の上やら海の底。美濃江は歌っているうちに幼心に戻った。鈍いような鋭いような、一種液体のような幼年時代が、美濃江の発育盛りの不安な神経を覆う。彼女は子供と溶け合ってぼんやり転がっている。突然、こんばんは。美濃江は愕然として意識がはっきりすると一緒に、母親が自分の子を人に押し付け、身軽に結衣を迎え喋ろうとしているのを感じ、泣きたいようになった。美濃江こそ真っ先に飛び出したいものであった。けれども彼女は、パッと襖の立て合わせから筋になって漏れてくる光線を眺めるだけで、そこを動くことはできない。子供はまだ眠りつかない。途中で立っていけば子供は泣くだろう。
母親のお清は、再び暗い、むっと臭い部屋へ身の絵を閉じ込めるであろう。いつまでも眠らない子供。自分に変わろうと思ってもくれない母親。身の絵は自分の体の中で、赤いものや青いものが上になったり下になったり、銀座の夜店で売っている色紙細工の気味悪い遊び道具のように、のたくり回るのを感じた。ゆいは喉仏から出すような声で話した。自分が出て行く前にゆいが帰ってしまいはすまいかという不安で、美濃江は死にそうであった。今は大切だ。一つの身動きで子供が目を覚ましたら最後だ。美濃江は一筋にゆいの声にすがりつきながら、一生懸命、寝ろ、寝ろ、寝ろ。呪文を唱え、ぎっしり自分も目をつぶった。息を殺して子供の寝息を伺う美濃江の前に、切ない待ち遠しさが、光った道になって横たわった。母親が先に立ってゆく。一軒と離れず、ゆいとみのえがその後に着いた。それでも人波の間に紛れて、しばしばお清の後ろ姿は彼らから、お清からは彼らが見えなくなった。みのえはそれを楽しみ、興奮して売り場売り場の間を歩いた。ゆいが着物を買うのにお清母子を誘い出したのであった。一人で買いにいらっしゃいよ。番頭が見立ててくれますよ。いい加減に。そりゃそうでしょうがね。三十にもなれば大抵細君がそんな心配はしてくれるものでしょう。わびしいですよ。ぽつねんと一人では。お清は、他に人がいないわけじゃあるまいし、とんだお役目ね。と言って笑った。が、今先へ行く彼女の包みは結の反物だ。午後三時のデパートメントストア。天井に舞い上がった風船玉。華やかなパラソル。リズム模様。最新流行モダン染め。上へ参ります。上へ参ります。美容術をやってみせるんだよ。だって20銭も違うんだもん。そりゃそうだろう。緑色の色彩を着た音楽隊はフィガロの婚礼を奏し、ショーケースにロココの女の入れ袋で流し目する。無数の下駄の歯の音が日本的騒音で石の床からガラスの丸天井へ反響した。エスカレーターで投げ上げられた群衆は、大抵建物の狂楼から下を覗いた。8階からダンダンダン。資本主義商業の色様々な断面図。まだここから飛び降りたやつはね。もっとこっちへいらっしゃい。音や人目や色彩や、それがあまり激しいので、つまりないと同じ雑踏の中で、ゆいは美濃への手を取り自分のそばへ引き寄せた。ゆいが大人の男であるのが美濃への満足であった。彼はケチな、時期赤い顔をする中学生ではない。母親の横顔はつい三四人隔てて見えているのに、実際、ゆいの握って離さないのは、
自分の手だという喜びが身の上をうっとりさせた。ゆいはひげとまぶたが西日に照らされるような顔つきでそっと聞いた。くたびれたの？美濃江は黙って言い得をした。さて、これからゆいさん、あなたどうなさるの？往来へ出て、美濃江は急に空気が軽くなったような心持ちがした。私、どうせここまで出たついでだから、浜町へ回っていきたいんだけれど。お清は美濃江を見た。おじさんのところへ来るかい？いや。ゆいが美濃江の方は見ず。じゃあ奥さん行ってらっしゃい。私美濃江さんを家まで送っていきますから。と言った。そうですか。じゃあそう願おうかしら。ちょうどいい、来ましたよ。築地両国でいいんでしょう。電車へお清を押し上げ、窓から歩道に向かって頭を下げた彼女を乗せたままそれが動き出すと、ゆいは美濃江を連れぶらぶら歩き出した。ちょっと日比谷でも散歩していきましょうね。彼らは公園の池の右側に長い間いた。噴水が風の向きの変わるにつれ、彼方になびき、彼方に動きして美しい眺めであった。低い鉄柵の彼方の街路を、黄色い乗り合い自動車、赤いキャップをかぶった自転車小僧、オートバイ、ひっきりなく駆けすぎるのがこの孫子に見えた。電車の響きもゴーゴーする。公園のペリカンは痩せて首の周りの羽毛が赤むけになっていた。ベンチのぐるりと並んだ花壇を抜け、彼らは常緑樹の茂った小道へ入った。どこまでも黙って歩いた。やがて竹やぶの間へ来かかった。美濃江ちゃん。彼を見上げた口の上へ、ゆいはキスした。二定点間の最短距離は、その二点を結ぶ線分なり。しかし、美濃江はジグザグ裏通りの狭いところを通って、女学校の雪に時々結衣の家へ寄った。会社員である結衣も、電車へ八時半に乗らねばならぬ。一緒に行かない。ある朝、美濃江は赤いなめし革の財布から50銭出し、小さい一つの花束を買った。桶屋の前で、美濃江の小学校で体操を教えた教師に出会った。桃色のカーネーション、アスパラガス、紅バラ。朝日の差す往来で、パラフィン紙を透き通す生き生きした花の色が教師を引きつけた。彼は美濃江の方へ黒い爪襟服のカフスを伸ばし、それへ送れ、と言った。驚いて美濃江は花束を後ろに隠した。いやかい、誰にやるの？いい人。美濃江は憤ったように本気な力を入れてそれを言い、さっさと自分の道を歩き始めた。すがすがしい朝の花束に、教師の息がかかったのを
美濃江は残念に思った。彼女は結の玄関を開けたとき、少し悲しそうに、これあげるわ、とその花束を出した。美濃江は光り物のうちに生活している。彼女のうちの発光体のまばゆさで、自分も外界も見えぬ。ゆいはお清夫婦と美濃江を誘って、活動写真など見物に出かけた。もうこれから帰るのめんどくさくなっちゃった。止めてください。そういう翌朝、美濃江はしらしら明けに目を覚ました。心臓が飛び出しそうな心持ちで、ゆいの泊まった2階へ登っていった。早いのね。もう起きたの。ゆいも起きていて、彼らは並んで窓枠に腰掛けた。まだ門の閉まったままの林家の庭がそこから見下ろせた。飛び石に葉が散っている。門灯の光で梅雨に濡れた小さい雲の巣が見える。あたりは湿っぽく、草木の匂いが漂った。ゆいがやがて言った。ああ、いい気持ちだ。みのえちゃん、朝好き。好き。ずっと顔を差し寄せ。私も好き。微笑み、好みのような頬をしたみのえの手を取って彼は、こっちへおいで、と立ち上がった。彼は儚い座敷の真ん中に突っ立って、しっかり美濃江を抱き寄せた。そしていくつもいくつもキスし、自分の体をぐーっとかぶせて、美濃江を後ろへ反らせるようにした。一度目より二度、もっときつく反らせた。倒れるかと思って、美濃江は両手で結の羽織の背中をつかみ、危ない危ない、と笑った。結は真面目な顔で喉仏から出る声で、スウェーデン式体操、と言った。紫や木や赤の縞のある新しいネルの元禄袖を着ている美濃江の体から、いい匂いが発散した。ゆいは切りたての花でも見るように美濃江の座り姿を見つめていたが、どうしてそんなに綺麗？とつぶやいた。美濃江は嬉しそうに満足そうに笑った。美濃江も今朝はなんだか自分がいい匂いなのや、何か別の生き物みたいなのを感じたのであった。ねえ、美濃江ちゃん、私と結婚してくれる？結婚という言葉は美濃江に漠然と飛躍を期待させ、怖いような、珍しいような、正体のわからない感動そのものがいい心持ちであった。美濃江は黙って黒いお下げのリボンが動くほど合点をした。じゃあ約束してくれる？約束すると他の人と結婚できなくてもいい？美濃江はまた合点をした。いきなり髭が美濃江のほっぺたを刺した。
ゆいの顔が美濃への視野いっぱいに広がった。彼女はゆいの目がうさぎの目のように赤かった気がし、夢中になって彼の胸に自分の顔を突っ込んだ。母親が縫い物を広げている。美濃江はそばの小机に肘をついてぼんやりしていた。明日は土曜日だね。ゆいさんまた来るだろうか。さあ知らないわ。美濃江は冷淡さで自分の感情をカムフラージュした。お清はしばらく黙って袖の丸みを縫っていたが、表へ返し出来上がりの形をつけながら独り言のように言った。あの人も早く奥さんもらえばいいのにさね。もっともどんな気でいるんだか知れやしないが。ふと誇張を変え、お清はおかしい秘密話でも打ち明けるように言い続けた。こないだあの人の家へ行った時ね、話さなかったけれど、親父さんなんか嫌はしなかったんだよ。嫌じゃないの。あんなに親父さんが会いたいって言うって呼んどきながらね。私が帰るまで影も見せやしない。だから私言ってやったんだよ。ゆいさん見かけによらないんですねって。さすがに何か言い訳してたけど。その日、お清は美濃江を連れて結の家へ行った。結のところから、美濃江だけ母親の代理に一人浜町へいられた。おばと向かい合っている間中、おばの目鼻立ちの隙間に、結の二階に座ってこっち向いている母親の姿がちらちらして、美濃江は自分で何を喋っているのかわからなかった。その気持ちが母親の話で美濃江の記憶によみがえった。彼女はその感情を心にかみしめながら、それでどうしたのよ、と言った。どうもしやしないけどね。でも変さね。私が一人者だったらどうしたって結婚するだの、どこかへ出かけようだのって。あの日芝居へ行こうって聞かなかったんだよ。浜町へ行きたがらないで地ぶくっていた美濃江に、いい子だから行ってらっしゃい。ね。ね。ゆいはねえねえを特別な目つきと言葉の調子とで言い、美濃江を玄関へ送り出してキスした。再びゆいの家へ帰ってきた時も、ゆいがすぐ二階から降りてきた。そして美濃江の手を引っ張って二階へ連れ上がった。言いたいことがたくさんあるようで、それが何かわからない。ただひどく心を押し付ける。美濃江はしょげて黙った。ゆいが嫌な人のように思われ、悲しくなった。お清もいつか真面目な目つきになって手を動かしていたが、柱時計を眺め、どれ?と、縫い物を肩寄せ始めた。こんなこと、誰にも言うんじゃないよ。美濃江は素直に合点をした。それはもう秋であった。暑いが草木を照らす日の光が澄み渡って、風が乾いた音で吹いた。美濃江は家を出て、赤土のポクポクした空き地を歩いていった。
広い空き地で、ところどころに赤土の小山があった。子供が駆け上ったり駆け下りたりして遊んでいる。その叫び声が高い秋空へ小さく跳ね返った。赤土には少し草も生えているし、トロッコの線路も錆びている。大文字の L を逆さにしたような緩やかな坂を美濃江は登った。坂の上は草原で、左手に雑木林があった。その奥に池があった。池は怖く、美濃江一人では近寄れない。美濃江はだらだらと下った草原の斜面に腰を下ろした。モズが鳴いていた。空にある白い雲が近くに感じられた。美濃江の体の周りにある草の中に黒い実のついたのがあった。葉っぱが赤くなったのもある。一匹のテントウムシが地面から這い上がって、青い細い草を登った。自分の体の重みで葉っぱをゆらゆらさせ、どっちへ行こうかと迷っているようであった。地面の湿っぽいかと、秋日和の草の匂いとが混じってある。美濃江は涙を落としそうな心持ちで、しかし泣かず、そこに足を投げ出して虫や草を眺めていた。少し病気になったように、美濃江は奇妙な心持ちであった。母親も結も嫌で、がっかりして、風も身に染みる。空の高さも、そこに飛び交うトンボも身に染みる。魂が空気の中にむき出しになっていた。長い時間が経った。美濃江は背後で荒っぽく草を歩みしだく足音を聞いた。美濃江は自分の場所からその方を見たら、一人の十六七の小僧が立って放尿していた。白いシャツに腹掛けを締め、なぜか足の方はすっかり裸であった。美濃江はすぐ正面を向いた。小僧は草をこいでだんだん美濃江のそばに来た。一歩一歩近づくのが分かったが、美濃江は恐怖でしびれ、体を動かすことができなかった。目尻をかすめ、股まで裸の二本の足と、汚い体の一部が見えるくらいそばに寄ったとき、小僧は低い震えるような声で、遠い、美濃江の正面へ立ちはだかろうとした。美濃江はのっそり立ち上がり、小僧を睨みつけると、物も言わず、片手にキラキラきらめくものを振りかざし、小僧に踊りかかった。気がついたとき、美濃江は元よりずっと草原の上の方に跳ね飛ばされていた。四五軒下の方に小僧も倒れた。彼らは互いに睨み合いながら、獣のように起き上がった。美濃江は、後じさりにそろそろ上の坂の方へ出ながら、組打ちした場所と思わしいあたりをちょいちょい見た。リボンで帯につけていたエバーシャープを彼女は振り回したのであったが、それが輪のところからもぎれてどこかへ行ってしまった。小僧は、じろじろ美濃江の方を見ながら草をこいで草原の淵へで、次の当たった桃引きを吐き始めた。その時、道の彼方に大人の男が現れた。
パナマの縁をふわふわさせながら、美濃江は坂を下り出した。子供のかすかな叫び声と、赤土の空き地が行く手にある。あたりはさっきの通り静かで秋日和で、白い雲は空に光っていた。美濃江はそれが不思議な気がした。地球が一つぐるりと急回転した後のような気持ちがした。歩いて行く美濃江の左右で、自然が嫌にくっきりしていた。